どうも、かげやんです。今日も寒いですね。もう寒い日々が続いております。まあまあ、その野菜にとってはね、この寒い日っていうのはこうちょっと大変な、状態なんかもしれないですけども、人間もね、こう寒いとこう縮こまってしまってですね、こう動きがこう制限される感じになっちゃいますけども、こう元気にいきたいなと思ってますけども、今日ね、ちょっと脇木をね、そろそろ取ろうかっていうことをちょっと父親が言ってたんで、そろそろ脇木を刈り取るかもしれないです。ということで今日は以上となります。ありがとうございます。